ニューヨーク市地下鉄 R188 系電車はニューヨーク市地下鉄の A ディビジョン向け通勤系電車である。ニューヨーク市地下鉄7系統から R62A 型を撤退させて IRT フラッシング線の信号自動化を図るため導入された。r 八十八はニューヨーク市地下鉄の第四第五世代にあたる車両で第四世代の r 四十二 a 型は R188 系の増備に伴ってその多くが R188 型に改造、編入されている。R188 系の発注時点では、11両、編成40本の R62A 型が7号線での運用についていた。発注時点では、新生186両、CBTC 対応済みの R142、 A 型からの改造131両と R142A 型改造キット189両分の合計506両が導入される予定であった。また、5両編成と6両編成を連結して11両編成を構成することとされた。予備編成6本は CBTC 導入と7系統の延伸に合わせて発注された。2010年から2014年の投資計画では、 146両の申請者を導入し、このうち110両で11両編成10本を蘇生し、C 社の残り36両は既存の CBTC 対応済み R142A 型の5両編成36本に組み込んで6両編成を蘇生するのに使われた。これで当初計画の11両編成46本を確保する予定であった。しかし、 最新の計画では11両編成10本の代わりに11両編成8本と C 社38両を申請するように改められ、これに合わせて改造車は370両に増やされている。これは IRT 本線で必要な R62A 型は10両編成2本だけになることが分かったためで、またと川崎自由工業はこれに充当する5両編成4本の 代替分として R188 系の11両編成2本を申請する代わりに R142A 型の改造分を追加することで合意した。同時に、または契約変更に合わせて R142A の改造を207丁目の自社工場ではなくすべて川崎重工業の4カース工場で行うことにした。これにより、 川崎重工業は改造キット186両分ではなく、改造車186両を納入することになった。IRT ダ DIA ニュ入船岩、ヒルロード駅で試験中の R188R188 の行き先表示 R188 の内装 R188 系の製造は、川崎重工業車両カンパニーが2010年春に受注した。 ニューヨーク七下鉄向け車両の入札資格を持つのは、同社を含めて2社しかなく、もう1社のボンバルディアトランスポーテーションは、発注数の割に工数がかかりすぎるとして、入札に参加しなかった。契約総額は4億7140万9440ドルで、内訳は、申請23両、改造重量の合計33両を製造する。 基本契約が8709万4272ドル、申請123両と改造350両を製造するオプション契約が3億8431万5168ドルであった。2012年2月の見直しで、または7系統延伸計画の営業運転開始時点で改造車8編成を投入することを予定していた。また、 編成の詳細についても明らかになり、R188 型は ACBBA の5両固定編成と ABBBCA の6両固定編成を連結して11両編成を組むこととされた。38両の R142A 型 B 車は R188KC 車に改造され、さらに38両の C 車が申請された。 基本契約分の R142A 型からの改造車10両は2011年12月に川崎重工業四カース工場で竣工し試験のため2012年にフラッシング線に搬入された。基本契約の申請者23両は2012年中頃に竣工し2013年11月に納入されて同年12月から運用に入った。 オプション契約の申請者66両も2012年半ばに納入され、残りの申請者37両と改造者370両は2014年2月から2015年第4四半期にかけて納入される予定であった。2014年7月には6から7ヶ月の納期遅れが発生し、納入完了は2016年7月予定とされた。2013年11月9日に、 最初の編成が7号線で30日間の営業受け入れ試験に入った。試験は無事終了し、2013年12月15日に本格的な営業運転に入った。2016年6月に全車の納入を完了した。R188 系の車内アナウンスは最初はニーベルゲンが担当していた。これは r 四十二型と r 四十二 a 型向けの 録音アナウンスから制作されたものであった。その後、キャサリン・コーデリーとカスリーン・キャンピオンを起用して録音し直された。ベルゲンの録音も新しい録音と組み合わせてまだ使われている。R142 型や R142A 型には従来の LED、液晶表示プログラムや録音が残されているが使われることはない。 R142A 型と R188 系の相違点はほとんどなく外観や走行音まで同じである。ありがとうございます。